はい、えー、JRA のせいやです。えー、ちょっとね、動画、これ、テイクス4ぐらいですね、テイク4ぐらいでなんですよ。撮り直してるんですよ。ちょっと,、えー、ちょっとしたことがね、ありまして。<laughs> えっと、先ほどのね、えっ、ー、と、満ん指数について先,や先,を先にやりたいと思います。中山頻馬のね、満ん指数なんですけど、一応、括弧内のことについて聞いたんですよ。 えー、出走馬の順位だそうです。ですので7番が1位、えー、2位が16番109点で16番3位が4番当選ですよね、えー、4位が1番5位がねなぜか名勝漫坊なんですよね8番もう引退させてやれっていう声は強いですけどねはいえー、それでですねえー、ちょっとあのバーをなくしちゃったんで。 えーっと、まずはこう見ていきたいなと思うんですが、えー、倒産ビクトリーがね、今日は BKT ツインで TB、e、E かなと思います。あとはビッシュを B 持ってある、イニシャルからですけどね、浮世の数の K、えー、タイムマジックタイムの T とかね、えー、で絶対オンスアンジはこの3頭しかいないと。はい。で、ボインスアンジも見ても、やはりここは固まってるなと。 えー、シンスアンジーは昼のマテラとハピネスダンサーしかいねえな運命数はシャルールと浮世の風昼、えー、のマテルマジックタイムパールコールドだなと、はい、で、えー、音数と運命数にこの22っていうのあーがあるんですけど、えー、カバラではね、あのーずえー、音数とかね、あのー、22とか11になったらそこで止めるっていうお約束があるんで、えー、で 最後まで足せば4なんですけどね。この22って何かあの、中山で結構、こういった音数持って馬が構想するんだよってことはありますね。あの、レース構想違えどね、あの、昔で言うと、ローゼンカーバリーとかも多分持ってたと思うんですよね。あの、以前言ったかもしれないですけど、あの、エアシェーディーとかね、あの、有馬記念の3着に。うん 穴開ける埋まった22持ったたりするんで一応22を買い色違,っ違えて書いておきましたそうするとパワールコードってのがね22持ってるし中山でね、えー、この必須の22の音数持ってるんでねいいかなと思いますで川田ジョがね今日7の日なんで母音数死音数ともにね7持ってるんで、えー、一応ですけど R コードを一応軸と本命とさせていただきたいなとは思います昨日ステファノス持ってこれなかったんでで穴を考えた時にえー、やはりこの22持つとハッピネスダンサーは倒産ビクトリー臭いなとは思うんですけど22馬同士っていうのがえー、で決まるとは考えづらいとはい 思いましたし、で、昼のマテーラがやはり臭いなと思ってるんですよね。うん、1800メートルになる。で、岩田ジョッキーになる。えー、1800メートルはカシオペアでも勝てる。カシオペアは54キロ、今回も54キロ。はい。えー、でね、うん、マーメイドの時はね、あの、9の日でね、9連打の日で、あのー、シーキッシュが9トリプルで、あのー、安城の、 あああれももっっててしたっていうのもあるんですけどカシオペアに限ってはですね、あのーえー、死因数の4と運命数の4暗示があったんでねあの構想してるのかなっていうのもあるんですけど今日も死因数運命数あってでさらにその時によりもあの母因数暗示もあるんで、えー、今日岩田ジョッキーが乗って そうですねあの一発あるんじゃないかなと、えー、思います条件はベストだと思います1008の54キロ岩手10キロに乗り換わった安島愛ですので最初はハピネスダンサーを当選ビクトリーもげ、うん、考えてたんですけど22馬同士パールコードが来る,だ来るとかでして22馬同士っていうのは考えづらいということで昼のマトエラを激走馬と、えー、させていただきます はいそれで、えー、そうですね、解明い,いきたいんですが、あのー、一応、10点にしておきますけれど、えー、ワイドと三連単、ちょっと今日はいるかなと。で、サインがあるんですよ、あのー、今、WBC やってますよね。はい WBC やってるんですが、えー、WBC に今回一郎とダルビッシュって出てないですが出てないですが、えー、そのテレビでやってたんですよねあの WBC のあの日の裏側みたいなで一郎がですねダルビッシュのことビッシュって言ってるんですよねビッシュ頑張れって言ってたんですよねはい。 これ一応僕の本線なんですよ。あの、ビッシュ今日は BKT 強い日なんで、BiSH、えー、ですよね。サインですよ、これ。WBC サイン。ビッシュ、えー、で、イチロー。16番、イチロー。ルコードとビッシュ本線なんです。で、穴で昼のメタエラーを挟んで、 えこうなりますかね。今のところですけどあのー、この3216っていうのが僕が狙ってみたいサインもあるんですけどサインもな抜きにして、えー、ビッシュとえー、パールコードで昼のマテーラこの3連複をで 狙ってみたいいなと思います。これを第一ででこれを三連単も考えてますはいえー、で三連符はだからそれに加えてえー、あとマジックタイムとの1213はいえー、があってもいいのかなと思います昼のマテーラ狙い ですとあとはね全部押さえですよ押さえというか三蘭で目法のやつでで101416っていうのは「えー、浮世の風フロント役ンこの1014の法則っていうのがあるんですよねで僕ディープインパクトの皐月賞7万ついた馬券500円買って35万にした時ってこの,この出目だったんですよ10番14番16番あの僕の僕 この3連出目法のやつの出目でもあるんですけどねこれとあとは同系列の11416っていうのはあのフロント役員がちょっと急に臭くなりだしたんで、えー、フロント役員軽視してたんですけど追加しましたであとは3ビ3シュが来るんであればのこのマジックタイムとパールコードこれを押さえですねガチガチだったらこれだと思いますガチガチだったら で、2位、あとはハピネスダンサーがやはり22持ってるんで、えー、臭いってことで、えー、人気バトの絡めたバケン、あとはプリメラースールがいいので、えー、それから酸素ブールとの、そうですね、13が来るんだとしたらの紐、紐で浮上するのがってことですね。 あとは、倒産ビクトリーも、ー昼の間で、これ大波乱ですけどね。大波乱があった場合。あとは、ビッシュが来て、えー、この22持つ倒産ビクトリーが来るかな。ここが10点。まともに、2、4、6、や、と、まともにですけど。あとは、遊びで、ここ、えー。ここはもう100円とかで遊ぼうかなっていう馬券ですよね。あのー、シャルールが、 いいので、えー、暗示的にはいいので、で、ノリにの乗,乗り換わったっていうのがあるんで、シャルール、うーそうですね、シャルール絡みと、えー、ハピネスと、フロント役員とかは、配当がちょっとつくんで、遊び、遊ぼうかなと思います。ここら辺は遊び、えー、本線はこれなので、で、今日今日はね、 あの狙いたいなと思ってるんであのこの「昼のマテーラ」っていうのが見味みあるんで狙ってみたいなっていうのがあるんで、えー、三連単三連単ですとえー ビッシュの復活もあるのかなと思うんで一応これをボックス買いはしようかなとは思うんですけどあの三連単は少額でえ一応三連単ですと 昼のマテーラが2着に持ってきた場合のこれが面白いのかなと思いますはいあとはワイドで、えー、ワイドで昼のマテーラ狙いですかね1216とかはい、えー、そんな感じですね今日は はい、いずれにしろ抑えでもいいから今日は引っ掛けたいなと思ってますその硬いところでもいいんですけど、はい、まあこのネタでね BiSH イチローネタであれば36絡み、えー、だと346とか3263036、えー、だったら硬いですけどはい。 えー、一応そういうところで、えー、WBC ネタを盛り込んでみました。はいえー、ということでね、えー、遅くなりましたけど、えーえー、テイク4でやっとですけど、はい、今日は良い,良い日曜日にしたいですね、お互い。はいえー、それでは、長らなかなかく、えー、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。また来週ですかね。はい 失礼いたします。